今日は整数の性質7回目素因数分解について見ていくよまずは今日のテーマとポイントを確認するね「素因数分解」とは素因数分解まあ漢字がねやたらといかついよねゴテっとしても見るからに難しそうなイメージだ。ただそんな難しい話はやっぱりない。 数学にこういういいい難しい言葉使いたがるんだよね素因数分解これ簡単に言うと素数に分解することこの前の授業で素数見てきたよね1る自分でしか表せない数その素数に分解することを言うんだ。ただし素因数分解この素数に分解するとだけ知ってても点は取れない。本当に押さえるべきポイントはここポイントね。 素因数分解するときにはひたすら割り算ひたすら割り算もう徹底的にななきままででににに粉々になるまでに割り算をしちゃうんだだからね24の素因数分解って見たらもう徹底的に完膚なきまでにもう粉々になるまでに割り算をしていくよ例えばこういうふうにするうん2で割れるなとそして12まだまだ足りんと2で割れるなと6まだ甘いわと2で割れるなと で残ったのは 3, 3はさすがに割れない。ということでここまで徹底的にひったすら割り算することによって素数この24を分解した素数が出てくるんだ。これが素因数分解ねじゃあこの徹底的に完膚なきまでにひったすら割り算を素因数分解でやっていくよ。 じゃあ例題一緒に見ていこう次の数を素因数分解せよ出てきたね難しい言葉この素因数分解ただ言葉は難しくてもやることは分かりやすかったよね。素数に分解もっと言うとひたすらもう徹底的に割り算粉々になるまで割り算。じゃあ括弧1の12をみんなで粉々にしてみよう。ね まず、割り算には何が思いつく。粉々にするには、大きい数で割ることはあんまり考えないようにしよう。小さい数でやった方が粉々になるよね。だから、十二を割り算すると、二が出てきて6、六。二。で割って六。そして、六はまだまだ足りないよね。こんなもんじゃ甘い。粉々にするために、また二で割って三。で、三になると、これも素数。これ以上は粉々にできないから。 出てきた。この二、二、三。二と二と三。これが素因数分解の分解した後なんだ。あとは、これを式に並べてあげるだけ。十二というのは。素数に分解すると。二かける二かける三。ということで2 2。二の二乗かける三。こう表すことができるよう、ね、な。素因数分解とはこのように十二を。 素数のの掛け算の形で分解するんだだから答えはこうじゃあ同じように2 72をみんなで粉々にしてみよう72を割るために2で割って36とさらに2で割って18こんなもんでいいかなダメだよねもうみんなで素因数分解は粉々に徹底的に完膚なきまでに割り算をしていかなきゃいけないわけだ。だから2で割って9 まだ甘いともう一発くらいということで2が3つ3が2つ出てきてこれが素因数分解なんだ素数がようやくこれで全部出てきたよねじゃあ72どう表せるかというとこっち側書くよ 72=2 が3つつまり2が3つそして3については2つだから3の2乗ということで これが答えもうみんなもねこんな形で徹底的に割り算じゃあ練習見ていくよ次の数を素因数分解せよつまり素数に分解ねもっと言うと徹底的に割り算ひたすら割り算ねじゃあ括弧1から見ていこうちょっと強敵出てきたね。 2で割れないぞとこれなんで割れるか考えるようになったらちょっと前の授業で扱ったこのテーマを思い出してほしい3の倍数の見分け方これね各桁の和が3の倍数ならばそれ3の倍数と言えたよねつまり各桁の和を足して3の倍数だったら3の倍数だから3で割り切れるんだこれ見てみよう2 4 3 たすは6だよねたす3は9だよね9だったら3の倍数だからこれ絶対に3で割り切れるんだこうして粉々にしていこう 2, 4, 3 3では絶対に割り切れるそんな自信を持つと3パ2431が3そしてこれも3で割っちゃおうそうすると32が63721まだまだと3で割って もう一声3で割って3。ということで出てきたこれね3 3三3三 3, 3, 3, 3と3が1 2 3 4 5五回出てきたこれで素因数分解が完了するつまりこれねここに書いちゃおう。243というのは3を5回かけたものと同じという意味だから3の5乗。素数に分解すると こんな形になるんだじゃあ今度は2772これは強敵だねなかなか手強そうだまあ粉々にしがいがあるよねということで2772みんなで分解していこう今回もねまずはじゃあ3の倍数から見ていこうか2と7足して9 7と2足して9 9と9足すと18各桁の和は18ということは3の倍数 三で絶対に割り切れるよね。そうやって考えると、三九二十七、三二が六、三四十二ということで九二四が出てきた。さらに九二四、九足す二十一、十一つ十一足す四は十五。また三の倍数だ。だから三で割って差算額とで三マル八となってもうこうなると三と八は十一で三では割り切れそうにない。 あとオーソドックスに2を使っちゃっていこう2を使うと154出てきてさらに2を使うと77出てくるわけね77うんこれは7で割れるよね7で割って11が出てきてあ十11は素数だったつまり出てきたのは3が2つに2が2つ7と11は1つずつ こんな形で素数の形にもうこんなこんなに徹底的に分解ができたらこれ答えにしちゃおう。2772= まず2から書くよ2が2つだから2の2乗そして3は2つだから3の2乗これに7と11をかけたものが2772になるからこれが答えね。 今回押さえるポイントとしては素因数分解もう徹底的にひったすら割り算割り算するためにはまず2で割れることとそれからこの3の倍数の見分け方知っておくと便利だったよね今日のポイントをおさらいするよ素因数分解は素数に分解だったねただこれだけじゃ解けない ポイントはひたすら徹底的にもう完膚なきまでに粉々になるまでに割り算こんな形だったね24割り算割り算割り算して素数が出てきたらこの掛け算にして答えもうひたすら割り算これをしっかりと押さえてね。